こんばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。こんばんは。昨日は皆さん本当にありがとうございました、お話し会じゃなくて5周年特別記念配信を昨日させていただいたんですけど、本当になんかすごく私がやりたい企画をいっぱいさせていただけて、なんかその普段だったらできないようなこう第三者が必要な企画をたくさんやらせていただきました。はい、本当に皆さんのなんだろうコメントだったりとかのおかげですごくすごく楽しむことができました。そう、あの俗に言うイワシゲームってこれでした他にもイントロクイズをイントロドンをさせていただいたりとか、謎解きもさせていただいたりとか、うん、本当になんかずっと楽しい時間、ずっと私がやりたいことしかやってない時間で、すごくすごく楽しかったですし、みんながこういっぱいコメントしてくれたりとか、なんかみんなもなんか楽しめてるかなっていうのはすごく不安だったんですけど、でもあの今日のお話し会とかで昨日ありがとうって、昨日もおめでとうとかっていう話をいっぱい聞けてすごく良かったなって思います。あ、そうだ、ツイッターやらなきゃ。そう、なんか普段の配信はさ、もちろんできることが限られちゃうので、そう、イントロとかさ流せないしそうそうそう、なのでいっぱいいっぱいやりたい企画ができてすごく楽しかったです。ペコリ、これをエアドロで送る。そう、イントロも流せないし、謎解きだってね、誰かが考えるから、私誰かが考えるってことはこの配信の中で私が考えなきゃいけなくなっちゃうから、したら私が解けないじゃないですか。そうってなると私楽しくない私ただ大変なだけっていうのだったらしたし、そうイワシゲームも、まあ、イワシゲームはね一人でもこうできるんですけど、まあでも楽しかったですはい、唯一の大失態はそれでも彼女ワオは出てこなかったこと、タイトルがもうね、ちゃんと振り付けも出てきてたし、ゆいりさんがセンターの曲っていうのも分かってたんですよ。ただなぜかタイトルが出てこなかった本当にごめんなさい、もうそれだけが心残りです。悔しい。
あ、皆さんにちょっとこれ今ここにこれがあるうちに質問しよう。皆さんに聞きたいことがあって、というかお話し会、オンラインお話し会を よく来てくださる方とか、これから行こうかなって考えてくださってる方に聞きたいことがあって、あの今の私のこうサインカードって、まあここにねサインがあって、ちょっとサイン簡略化するけど、でここに名前があって、でここにこう日付とかあったりとか、こっちに日付あったりとか、ここにこうなんて言うんですか、自分の名前なんかこんな感じなんですよ今の私のサインカードって。でこれをで裏に文章を書かせていただいてるんですね。でもなんかもしもみんながこう壁にかけて飾ったりとかするってなった場合って、このこれが読めないじゃないですか、裏にさコメント書いてたら。だから変えて、まあここに宛名をね書いて、こうまあサイン書きまして、でここにこう日付とか名前とか書いて、こうここに文章を書こうかなとかっても思ってるんですけど、そう表面で完結させる全部、そう裏じゃなくて全部表面で完結させる。そしたらこう飾った時にコメントも見れるよねっていう。ハルピョンのサインは額に入れて家宝に、そうでも額に入れちゃったらさ後ろ見えないじゃない、せっかくコメント書いたのになっていうの思うじゃん。だからどうなんか変えようかなって思ってるんですけど、多分みんなこれなんだよね普通に、裏じゃないんだよねなあんまり、あれそうだからなんかどうなんか飾る時にあれかなと思って。裏は継続してください、裏がいい、裏待ってなんでなんでみんな裏がいいんだろう、あれ逆に個人的にメッセージは裏がいい、あ逆に、えよく当たる方に、よく当たる方というかよくこうお話オンラインお話し会によく来てくれる方に聞きたいかな。裏がいい、たまに裏を見るからいい、そうなんだ、じゃあ裏は分かりました、なんかすいません、あ分かった、じゃあ変えないでこのままでいきますね、はいあそうなんだ OK、 じゃあなんでもない、いまいちワンショット写真とかオンラインのサインもよくわからない、なんかね事前に抽選があるので、それに当たったらサイン撮れたり写真撮れたりみたいな。裏面だとたくさん書きやすい、待って待ってたくさん書けみたいな言われてる今私私今たくさん書けって言われてる言ったことないんですがサインは送られてくるんですか。なんか聞いた話、私も今日聞いた話によると、次の握手会でこう受け取れるんですよ基本的には。でもその次の握手会に行かないよっていう方は送ってもらえるそうです。そうでもまあ郵送だと結構時間がかかるみたい。当たらなかったら何ももらえない、そう当たらなかったら何ももらえない、でもハルピョンとは喋れる。絶対に喋れる、それは約束。だから絶対喋ろう、当たらなくてもいっぱい喋ろう。
え、今日ワンショット一人としか撮ってない、一人しか撮ってない。うん。ポーズ何にするって一回しか聞いてない。本物のワンショット、確かに。髪色変わってないよ、めっちゃプリンちゃんでしょ、見て見て。そう、色落ち。なんか昨日スタッフさんにも言われた、え、髪色変えました、髪染めました、いやめっちゃプリンですめっちゃプリンなんですって言いました。そう、めっちゃプリンなんです今。ずっと行けてなくて、多分ドラマのね、この撮影が終わるまでは基本的に行けないかなって感じなので。そう、もうね撮っちゃっているので、このポスター写真を。そうだからね、まあリタッチとかもしかしたらできるかもしれないけど、あとマレーシアに行くんですよ。そうそう、だからマレーシアに行っちゃったら、行くからマレーシアの水で多分髪がね傷んだりして死ぬと思うので、さすがにマレーシア後に美容院に行きたいなっていう気持ちではあります、はい、そう。だからでもいつ行けるかわかんないマジで。美容室も結構満室。マレーシアの水は酸性ですか？いやわかんないですよ。でも日本の水よりは信用しきれないじゃないですか、やっぱ。結構日本の水は綺麗って言っていただけるというか言われることが多いので、そうだから日本の水よりは信用しきれないので、めっちゃ痒いんですけど、なんで？でも刺された跡はない。普通にただ痒い。やだ。マレーシアで美味しい食べ物あれば教えてください。あ、逆に聞きたい。多分乾燥してんのかな。ちょっとなんかクリームを塗ろう。ハンドクリームを持ってる。クリーム塗ります。乾燥してそう。ただのハンドクリームだけどまあまあまあいいでしょう。
今は。手書きコメント書いてます。マレーシアには何泊するんですか？え、わかんない。マレーシアのスケジュールマジ全然知らないんだけどさ、え、いつ何時の何日の何時の飛行機で行くのかも知らないし、そうあんまよく理解してないうん、まあでもまあいっかって、いつもそう、どうとでもなる。あ、やばい、間違えた。荷造り、確かに何持っていくんだろう。まあさすがに言われるんじゃない。あ、そうだ、明日なんかパスポートのうんちゃらかんちゃらみたいな言われたな。やばいやばい、忘れてた。準備しなきゃ。ちょっとOK。 そんなカチカチやってるからって言われそう。いやもう壊れてるんですこの子。なんで大丈夫。え、旅のしおりみたいな欲しい本当に。ちょっと何泊しますみたいなちょっと何泊しますみたいなくれないと。何泊分の荷物ですかってなっちゃう、うん、配信さすがにできるんじゃないですか。カラコンウィーク、ツイッター書いてます。さすがに Wi-Fi はいただけると思います。借りれる、うん、今日のコーディネートを乗っけよう、ツイッターに。Wi-Fi 持ってくよ。いやいやいや、あなたが持ってても私の私に繋がらないでしょう。まあ一応カップ麺とか持っていこうと思います。カップ麺系
カップスープ系とかちょっと一応持っていこうとは思ってます。今日の服が可愛かった。嬉しい、ありがとう。酸っぱいマンがあれば私梅食べれないんですよね。梅苦手ちゃんなの。パスポートは大丈夫。去年行きました。去年の11月に韓国に行っているので、そう、パッチし、それはパスポートの期限は切れてない。オッケー、ツイート。そうそうそう。あれ買わなきゃ。韓国のね、あれとなんかね違うらしい。カシャってやつ。そうだから、そのカシャを買わなきゃ。このコンセント前のカシャ、それを買わなきゃいけないなと思ってます。変換プラグ。あ、お弁当食べます。天丼でも全部は多分食べきれないので明日の朝に回します。なんか前回その変換プラグを2、3個買って、でその充電器に一つ一つ挿したんですよ。でも思ったんです、変換プラグ1個しか買わなくて、タコ足配線、まあタコ足配線というかこう延長コードみたいなやつで増やし、タップ増やしたらよくねみたいな。そしたら1個でいいやん。ほうって思って、そうだよね、最初からそうするべきですよね。すいません、変換プラグ2個も3個も買ってた。バカ。マレーシアは7時間ぐらいらしい。めっちゃ遠い。どうしよう、韓国行く飛行機の時間もなんかもう苦痛だったのに、7時間も飛行機乗ってられないんだが。飛行機自体は好きなんですよ。そう、でも長いのが無理。そう、まあ、でも多分前回のその韓国行った時はなんか衣装で乗ったから余計に多分あれだったのかも。なんかうっみたいな感じだったのかもしんない。そう、前回衣装で乗ったんですよ。なんで撮影があったので、そうだからかも、それもある。
でも7時間座りっぱでしょ、きついな。頑張ります。なんか私、あ、全然違った。なんでこの人の通知だけ来たんだろう。まあいいや。ね、7時間はきついよね。頑張る、マジで。本当に7時間なのかな。待って、どこから乗るんだろう。まあ、一旦ドン・キホーテからの距離にしよう。せめて東京駅からの距離にしよう。東京駅からマレーシア、クアラルンプール、クアラルンプール。一回ドンキホーテからにしようとしてた。具体的な目的地、あ、クアラルンプール国際空港でいいでしょ。もうどこでもいいんだよ。何時間かかんのって。あ、7時間、本当に7時間かかんだ。歩いたら153日だって。台湾の真上を通るんだ。ウィーンって。ここもだ。ここどこ。ホーチミン、ベトナム。お、懐かしい。ベトナムの真上も通ります。楽しみ。謎解き作ったら時間、あ、確かに謎解き持っていこうかな。え、でも揺れて酔うかな。謎解き、あのあれ持ってこうかな。きっといっぱいもらったやつ、この間ファンの方にいっぱいもらったやつ持ってこうかな。飛行機は酔わない。どうだろう。まあ、とりあえずフールをいっぱいダウンロードする。うん、いっぱいフールダウンロードしとこう。7時間分。でも私 1.5 倍速で見るからもうちょっと多くダウンロードしとこう。
何にしようかな。フール、お弁当美味しそう。嬉しい嬉しいって、自分が作ったわけじゃないのに。まるで自分が作ったかのように、嬉しい。ドラマ、グアムはなんかテスト解かされて、うん、あんま覚えてない。何時間ぐらい乗ったかな。美味しそうってめっちゃ言われてる。めっちゃ美味しいよ。ドラマの撮影の裏話とか聞きたい。え、マジでまだ何も撮ってなくて何も喋れない。一緒に見よう配信もさ、もし本当にもうこんだけぐらいしか映んないかもしれないかも、わかんないんだけど、できたらいいよね。全然映んない話とかもね、一緒に見よう配信できたらいいよね。全然映んなくても、普通に視聴者的に視聴者目線で見たい、うん、自分が携わらせていただいたものがどんな作品ができるんだろうっていう。うわ、かぼちゃの天ぷらとか絶対うまいやん。ごめんなさい。でも本当に私自身はなんか本当にチラッとだと思うんですよ、今の感じ、この何も知らない感じ。うん、だからそのドラマっていうものを経験する、うん、そういう期間にしたいなと思ってます。ドラマの撮影っていうものを経験する、うん、本当にドラマの撮影に初めて出演、初めてこう携わらせていただくので、まだ何が何か本当にわからないんですよ。だからこそこう主役級じゃないからこそ周りをよく観察して、そう、程よい緊張感は持ちつつも気持ちに余裕を持って周りをよく観察して、あ、こうドラマってこうやって撮られていくんだとか、あ、こういう資料がドラマにはこういうことなのねみたいなことを学んでいきたいなっていうふうに思ってます。はい、うん、もともと私あのアイドルにもすごくなりたかったんですけど、 AKB と出会う前は女優さんになりたいっていう夢があったんですよ。そうだから、うん、全然本当に初めて入る現場なので、ドラマ撮影っていうものが、それを学ぶ時にしたいなって思うし、本当にじゃあ自分がこの先もしかしたらこのドラマの撮影がすごく大きな転機になって女優を目指しますって言うかもしれないし、わからないじゃないですか。今は本当に正直 AKB やってる自分がすごく好きで、アイドルやってるステージ立ってる自分がすごく楽しくて、まだまだこの
なんだろう、ステージ立ってたい、劇場に立ってたいっていう気持ちがすごく大きいので、そう、今やりたいことは AKB で頑張ることっていう気持ちだから、ずっとまだ AKB でいたいっていう気持ちが強いんですけど、もしかしたらこれが転機でこう、あ、私って女優やりたいんだって思うかもしれないし、逆に、あ、私って女優やりたいと思ってたけど向いてないんだなって思うかもしれないし、そう、全然そこら辺はまだわからないので、まずは経験、何事も経験です。舞台と多分こう映像って違うと思うんですよね。そうだから舞台はこう本当に 2,3 回経験させていただいたことはあるんですけど、映像作品っていうのは初めてなので、楽しめたらなと、その雰囲気だったりとかを楽しめたらなと思ってます。全然なんか、いや、わかるんですよ、こうせっかく出るんだったらもちろんいっぱい出てたいっていう気持ちもすごくもちろんあるし、こうオーディションした中でこう主役級のメンバーに選ばれたのは、まあこうやっぱり自分よりも後輩のメンバーだったりとか、すごく今勢いがあるメンバーだったりとかっていうのもあるから、すごい悔しい気持ちはもちろんあるんですけど、でも今はもう割と本当になんか前向きに捉えられてます。だったらその周りを見ようって、余裕を持って周り見れるだろうなって、こうセリフとかも、まあ、マジで分かんないってことは今何も知らない状態ってことは、きっと本当にもうねこうかもしれないのでそうだからこそ周りをよく見て、あ、こういう現場なんだなっていうのを知る機会になろう、しようかなって、そうポジティブに考えられてますね。そうそうそう、これは白身魚、うまい。明日のお弁当なんだろう。うまそう、うお、うまそう、最高。幸せ、やった。楽しみにしててください。今日はちなみに金兵衛と今半でした。そうね、パターン化はされてますね。でも私が好きなものでパターン化されてるから別にいいかな。これが例えばヤンニョムチキンとかでパターン化されたらマジ最悪だけど、うん、辛いから食べれない。でも天丼とか肉とか魚、金兵衛とか好きなご飯でパターン化してくれてる分には全然、もう私ハマったら本当にそれしか食べない人で、そうなんですよね。なんかいろんなものを本当に食べはするんですよ。これおいしそう、あれおいしそうっていろんなものを食べはするんですけど、一
回ハマるとマジでそればっか食べる人間なんですね。それがすごい顕著に現れたのが、もう全然行ってないんですけど、前にみずみんとデートした時に、二人でしゃぶ用に行ったんですね。そうで、そのしゃぶ用のワッフルと、ワッフルが美味しくて、あとなんかしゃぶしゃぶをしてる感じがすごくなんか楽しくて、楽しいっていうか、しゃぶしゃぶってうめえなって思って、そっからめっちゃ一人しゃぶ用行きました。そう、ちょっと前の話。本当にめっちゃ行った。全然一人で行ける、めっちゃ行きました。てかミスミンがね、すき焼きが好きじゃないくてみたいな。そうだから、そのミスミンと行った時にすき焼きを食べれなかったんですよ。でそれが悔しくて、すき焼きが私好きなんで、すき焼き行こうってなって、すき焼きだけ食べに行こうと思ってすき焼きを食べたら、それがうまくてうまくて、でそっからもう何回も行きましたね、一人で平日の昼に、めっちゃ美味しかったです。でももう一回飽きちゃったかな。一回ちょっと飽きちゃった、今何にハマってるかな。あんまこれってもの今はないかも。そうね、ちょっとお腹いっぱい残ってるけど、まあ明日の朝食べる。遅いからね、うち明日も。昨日の配信の話をちょっともうちょっとしたいんですけど、私ファンの方にいただいた銀の5あったじゃないですか、銀色のここに貼ってた5、あれそこにあるんですけど、まだ普通こうストローでこう息入れて、でこうストローで刺してシューってやったら多分息っていうか空気抜けるはずなんですけど、なんかそれ空気どこにこうなんていうんですか、刺しても空気抜けなくて、そう本当はね銀の5を持ってこうと思ったんだけど、そうどこに刺しても空気が全然抜けなくて、そうなんでなんだろうって、なんかこの歯弁みたいなやつがあるんですよ、それがなんかどこにあるのか、逆歯弁か、そうなんか分かんなくて、ちょっとなんか全然できなくて、そう畳めなくて、もうこうやって5を持っていくわけにもいかないし、そうだからちょっと昨日は自分がもともと持ってた水色の5を使ってなんとかしたんですけど、そうなかなかなんか全然抜けな、空気抜けなかったの。そう、一回きりなのかなとか思いつつ、
とりあえずそのまま5が置いてあります、そこに。はい、水色のやつはね、いっぱい空気全然抜けるし何回でもみたいな感じなのでいっぱい使ってるんですけど、そうだからもしかしたらね、ファンの方いただくれたファンの方が、あ、俺があげた銀色の5じゃなくて水色の5使ってるって思ってたら本当ごめんなんだけど、なんか空気が抜けないのよ。なんか空気が抜けなくてこっちも困ってるの。そう、助けて、本当に助けて。とりあえずそのままにしてます。そんな感じ。スタジオのはるちゃんもキラキラしててめっちゃ可愛い。嬉しい、ありがとう。あんまりコメントちゃんと読めてたかわかんないけど。そう、あんま読めてなかったかもしんないけど、でも普通に楽しかったね。お腹いっぱいで目眠くなってきちゃった。でもお風呂入んなきゃ、猫としてお風呂入んなきゃ。うん、今日もまつげバチバチなんで、眠たくなってきましたね。はい、ちなみにああ何を言おうとしたんだろう。忘れました。ありがとう、今日も生きてくれてありがとう。忘れちゃった、なんだっけ、全然覚えてないです。まあいいでしょう。あ、今週の金曜ロードショーってなんかな。あ、まだまだ先だ。やばい、もう全然私今何にも喋れない、喋るのやめよう。顔を見てください。顔を見てください。明日の天気、明日のお洋服ね、どうしようかな。曇り、ちょっと肌寒そうな感じかな。風はどんなもん？あー、ちょっと吹くって感じですね。今日よりちょっと気持ち強め。オッケー。
今日石川県能登半島でオーロラが見えてるらしい。富山もだって。低緯度オーロラめっちゃ見たい。マジどこでもドア、元もどこでもドア。めっちゃ綺麗やん。どんなって思う人はぜひあのあれ私のいいねしたんで見てみてください。ツイッターいいねしてるので。どこでもドアがあったらそもそも北極圏に行き、いやいやいや日本で見るからいいんじゃん。そうだよ別に。いやもちろんその1回ぐらいは現地で見たいなっていう気持ちはありますよ、そのどこでもドア持ってたらね。でも日本で大好きな富山でオーロラ見るなんて、いやてか富山でオーロラ、ちょっと言葉と言葉が噛み合わなすぎるぐらい本当に意味わかんないじゃないですか。それがいいんですよ。そういやもちろん見たいですよ、人生で一回ぐらいはちゃんとオーロラというものをね。え、行ってらっしゃいよ行ってきます行ってきます最近話題になりがちな富山、え、なんかで話題になってました富山、なんだろう、何で話題になってたんだろう。地元愛あふれてる。てか東京がマジで合わない、うん、本当に田舎で生まれ育ちまくってるから、うん、こう人がいっぱいいる感じとかめっちゃ合わない。ビルとかも私本当に苦手。そう東京は遊びに来る場所でいいなって東京が嫌いなわけじゃないんですよ。ただやっぱそのなんだろう、めっちゃ魅力的な場所だし、私からしたらすごく大好きなアイドルグループ AKB48 の生まれた場所だったりとかするし、ディズニーランドがね関東ね千葉にあったりとか、そうそれこそ謎解き脱出イベントとかだって全然東京の方が多いし、いろんな本当に東京はねいろんな人がいるから、こうなんだろう、いろんな人間をね見ることができる場所ではあるなとは思うんですよ。そうでもやっぱ
山とか田んぼ見たいよね。うん、山と田んぼと海が見たい。うん、なんかほのぼのライフを送りたい。って思いますね。そうだからそれで育ってきちゃったのが悪いんだよね、まあ、悪いわけじゃないんだけど、それで育ってきちゃったのがちょっとね、もしね東京で生まれ育ってたらきっとこれが普通だから田舎かみたいな感じになってたかもしれないんだけど、なんのせ富山なんて山と海と田んぼしかないのでそれで生まれ育っちゃってるので、そう東京は何でもありすぎる。うん、人も多いし何でもありすぎる。ちょっとね人が多い、うん、それが苦手かな私は。でも別にめちゃめちゃ東京が嫌いなわけじゃなくて、都会が嫌いなわけじゃなくて、そう大好きですよ。遊ぶ場所とかこう謎解きの場所としてはすごく大好きだし、いろんな人がいるからこそこういろんな人が集まる場所だからこそいろんなことを知れたりとかするし、うん、そうそうそう嫌いじゃないんですよ。嫌いなわけではないんだけど、富山か東京どっちが好きって聞かれたら富山の方が好きだよって答えるぐらい。感じです。でも東京に人がね多いからこそこう劇場をやるって、劇場夜ありますよ、公演ありますよってなった時にみんなが来てくれるわけで、そう嬉しいな、ありがたいなっていう気持ちでいっぱいではあります。とっても そうだから別にね難しいですよね。でも多分私は根っからの田舎民なんだなって思います。うん、そうきっとね、田舎の方が落ち着くねそりゃなんかうん、夜に車が走ってる音よりもカエルとかがなんかキリギリスとかが鳴いてる音の方が好きです私はカエルは苦手ですけど、うん、
え、分かる人めっちゃいるじゃん。すごい、分かるんだみんな。田舎民ですか皆さんも田舎の人ですか。私もそりゃさ、こうアイドルやって10年経ってるからさ、もう染まると思ってたんですよ、東京に。だってあい、こう東京にさ、こう毎週だったりのようにさ、こうレッスンだったりとか仕事だったりとかで本当行き来し始めて10年ですよ。そりゃあ都会に染まると思うじゃん。違う人っているもんなんだねおしゃれな女子にならない人間もいるんだね、本当に。東京、私あんなに東京に憧れてたのになーって、うん、思うよ。ハルピンは将来的には富山に戻るんですか。あー、全く何も考えてないです。自分のやりたいことが東京でしかできないんだったら多分東京にいるんじゃないですか。今アイドル AKB48 を続けるにあたって、それが今自分がやりたいことだから、そうだからこうなんだろう、いろんな活動をさせていただけてる、いただいてるっていうのもあるんですけど、これがじゃあ例えばもう本当に東京でしかできない仕事だったら多分東京でやるだろうし、それがじゃあ別にアメリカでしかできない仕事だったらアメリカに行くだろうし、別に東京じゃなくてもできることだったら自分が好きなところに行くと思うし、定住するかもわからないし、もしかしたらなんかいろんなところを転々とするかもしれないしそう、今はさ、それこそパソコンだけでできる仕事とかが増えてきてるじゃない。だからそういう仕事になった時に、じゃあなんかいろんな日本各地で仕事しようとかってなるかも、なっていくかもしれないし、私がそういろんななんかところでいろんな田舎でみたいなのもあるかもしれないし、将来もしかしたらこう私が運命的な方と巡り会えた時に、その方がじゃあ北海道の人かもしれないし、沖縄の人かもしれないし、そう分かんないじゃないですか。じゃない、うん、だから本当にもうその時その時にならないと正直分からないです。将来こうなりたいなっていうのはマジで今なくて、そう、でもきっと私がすごく好きなのはアイドルやってるのもそうだけど、なんか人が笑顔になる瞬間を見たいっていうのがすごく、こうアイドルを10年間やってて最近思うようになったことって結構ここ最近言ってると思うんですけど、それがすごく好きだなって思うので、多分そういう仕事には就きたいなとは思ってます。なんかこういうことをやりたいっていう具体的なのはないけど、そういうその人が笑顔になる瞬間だったり、なんかいや多分ね、いや本当にあの私人から求められるのが多分好きだと思うんですよね。そう、それが生きがいみたいな。今はアイドルしてこうハルピョンと話したいって言ってお話会来てくれたり、握手会来てくれたりとか、ハルピョンのパフォーマンス見たいって思って劇場来てくれてるじゃんみんな。そう、だからそうやって人から求められるのがすごく多分私の中ではすごく好きなんですよ。そういうのを仕事にしていけたらなとは思ってます。代わりのない仕事というか、
働いてて楽しいなって思える環境で働きたいです。別にそれが全然、じゃあ今のお給料の、もう今のお給料でさえ全然なのに、そのお給料のもっともっと分の1とかになったとしても、多分どうにか生きていくんじゃないですかねきっと、うん、私めっちゃ聞くんですよ、新しくマネージャーになってくださった方に、なんでこの仕事に就こうと思ったんですか、なんでこの会社選んだんですかってめっちゃ聞いてて、そう、それってなんでかっていうと、多分どういう基準で大人は自分の将来を決めるんだろうっていうのが結構疑問なんですよね。なんでこの人はこの会社にこう入ろうと思ったんだろうって。それがじゃあ例えば本当にただただこうマネージャーをやりたいからこの会社に入ったのか、こうまあ会社員っていうただその安定性というかが欲しくてこの会社に入ったのか、そういう選び方をしてるのか、そう、なんか知りたいなって思ってめっちゃ聞いちゃうんですよね。なんでこの会社入ったんですかって。そう、だからすごい嫌な意味とかじゃなくて、えなんでこんな会社とかそういうことじゃなくて、普通にこう私が将来やりたいことを見つけるまでのこのなんて言うんだろう間とか、じゃあ本当にやりたいことを見つけて、いやそのやりたいことのために生きていくのか、やりたいことをやりながら生きていくのか、それともこうまあ安定を求めてただただなんて言うんだろう、お金が稼げる、ちゃんと定時に帰れるとか、そういう自分の生活を、自分自身の生活を守るために働くのかって感じじゃないですか。皆さんもいろんな考えを持って多分その会社に勤められてるんだと思うんですよ。だからな、どうしてそこを選んだんだろうなっていうのがすごく気になるの、私は。めちゃめちゃいろんな人ので、いろんな人の話を聞いて、あ、こうやって大人は選んでいくんだなっていうのを知って、自分も大人になりたいなって思っているので、めっちゃ聞いちゃうんで、あのこれから先 AKB のマネージャーになろうと思ってる方は、ハルピョンと会ったら一番最初になんでこの会社に入ったんですかと聞かれると思ってください。よろしくお願いしますはい、すいません。いやもうなんかハルピョンとそういう話めっちゃしたい。え、絶賛握手会、オンラインお話し会募集中でございます。お待ちしてますお待ちしてます。ペコリ、ちなみに握手会は橋本さん久しぶりの4年ぶりの手です。4年ぶり5年ぶり手ですよ、素で。嬉しい、やったね。いや、そういう方もいると思うんですよ。そう、もうなんか近い、家から近いところがいいとか、それって多分自分の生活を大事にしてるわけじゃないですか、きっと。例えば朝起きるのが苦手だから近いところがいいとか、そう、きっとそういうのだと思うんで、そう。ちなみになんでアイドルをしているんですか。私は一番最初に AKB になりたいなって思ったのは、ただただ AKB が好きだったからです。はい、AKB が好きで AKB AKB ってずっと言ってて、パパピョンがオーディション受けたら、オーディション受けて落ちたら AKB を好きじゃなくなるだろうって思って、
このチームエイトのオーディションを持ってきてくれて、ごめん受かっちゃったみたいな。そう、嫌いになるどころか落ちて好きじゃなくなるどころか、ごめん受かっちゃったみたいな。でも確かに多分その時にきっとチームエイトっていうものがなかったら、私はもっとこの AKB を多分受けるの遅くなってたと思うし、もしかしたら受けてなかったかもしれん。そのじゃあ例えばまあそれこそやっぱ普通に14歳とか13歳とかで一人で東京に出るって本当にすごいと思うんですよ。そうチームエイトはこう地元で活動させていただ、なんかまあ最初はねこう東京に出るみたいな感じで言われてたんですけど、でもまあなんか途中からなんか地元にいながらできるよみたいな感じでやらせていただいてたので、そうだからもしチームエイトじゃなかったらもしかしたらみたいな、そうチームエイトがなかったらもっと遅くなってたかもしれないし、もう17、18とかで入ってたかもしれないし、でもその時にはもうさこう憧れの先輩だったりとか高見菜さんとかあのいろんなね先輩方、優子さんも当時はね、優子さんもギリギリ一緒に、優子さんの卒業コンサートがちょっと伸びたからギリギリ一緒に入れることになったけどみたいなのもあったりとか、こう AKB 自体がねその2017年18年の時19年とかそういう時にどうなってたかって分かんないし、そうだからもしかしたら入ってなかったかもしれないし、まあ、入ってたかもしれないし分からないんですけど、そうでも本当にいろんなタイミングですかねきっと、で受けたら受かっちゃったみたいな感じです。だからもし8がなくて私が AKB 受けてなかったら何してたんだろう今頃って考えたら分かんないですよね。なんか中学校高校大学生まではなんか多分そのまあ自分で言うのもあれなんですけど、まあ割と小学校中学校の頃はちょっと勉強ができる方だったんですよ。そうちょっと高校2年生ぐらいからちょっとなんかあれみたいな、ちょっとよくわからないぞみたいななってきて、まあ普通にねあの毎週お仕事で東京に通ったりとかっていうのもあったのでちょっとわからないぞってなってきて、そうだからもしかしたら入ってなかったらもっと勉強してたかもしれないし、高校だってもっとね頭いいとこ行ってたかもしれないし、そう分からないですはい分からないです。でも多分 AKB以外は受けてなかったと思いますね私は。他のアイドルになるっていう選択肢はきっとなかったと思います、なんでって、 AKB が好きだったから。ただただ AKB が好きだったから、理由は一つかな。きっとまあ、今の段階ではね、今の気持ちとしてはね、きっとこの先この AKB っていうアイドルグループを辞めた後に別のアイドルグループにこうねなぎちゃんとか別のアイドルグループに入って頑張ってるけどないんじゃないかなって思うかな。
分かんないけどね今はっていう感じなので、そう、その時その時に何をしたいかは分からないので、その時その時って感じではあるんですけど、今はこの AKB でやりたいことやりきって、もうやりきった、アイドル楽しかったって思ってここを去りたいなと思ってるので、まだ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 です。まだ今もまだ普通に楽しかったにはまだなってない、まあ、楽しいみたいなそうだからまだ待っててまだ待ってて何を待つのか分かんないけどまだちょっと待たせるね。まだ押してて、よろしく雑なんでこんな真面目な話してんのうちあれ、なんでこんな真面目な話してんだ。適当に生きてこう適当に生きてこう、うん、気負わずいいんだよ。私はみんなが必要としてくれてるって信じて生きてるので、みんなはハルピョンのことを必要としてってください。じゃないとハルピョンは生きれなくなるので、みんなはハルピョンのことを必要としててしてるよっていうのを伝えてほしい、全力で。でも逆もしかりで、私がみんなに本当に支えてもらってる分、私自身もみんなのことがすごくすごく大好きで必要だからこそ、お互い支え合って生きていきましょう。はい。いいこと言ってる。マジで今の一番のこの AKB にいる楽しみは、本当に劇場でレスを送ってファンの皆さんが笑顔になってくれることであるので、あと握手会とかでみんなが、え、ここのハルピョン良かった、この時のハルピョン好きだった、これ決まったのおめでとうって言ってくれるのがすごく大好きなので、そのお言葉をこれからもいっぱい聞けるように頑張りたいと思います。パワー
ちろん配信もね、みんながコメントしてくれるからいろんな話ができるわけで、見てくれるから配信してるわけで、これが誰も見てくれなくなって盛り上がりがゼロになったら私配信しないんで、別に配信が好きなわけじゃなくて、そう、配信を見てくれるから好きになってるだけであって、みんながね、そう、別に一人でこうやって画面の向こうに向かって喋ることが好きなわけじゃないので、みんなのコメントを読んで楽しいなーって喋るのがすごく好きなので、そう、なんかね、こう前向きにこの間選抜発表の話があって、私的にはまあもう正直ファンの皆さんと一緒に知ったわけではないので、選抜をちょっと前に知って、自分の中ではこうもう整理つけてたというか、そっかっていう気持ちと、やっぱ仲いいメンバーが初選抜だったりとか選抜連続っていうのをすごい祈ってたメンバーがそうやって選抜連続になってっていうのはすごく嬉しいから、よかったって、そういう気持ちがすごくすごく大きくて、こう、ただやっぱり前向きな発言しかしてないと諦めたのかなって思われることももしかしたらあるかもしれないんだけど、マジでそれは絶対になくて、そう、選抜だけが全てじゃないっていうのは分かってるし、ただ私的には一つ一つのこういただいたお仕事、今ドラマだったりとか、それこそ配信もそうだし、自分しかできない KNB さんのロケとかを一つ一つ丁寧にしっかり頑張って、その先に選抜になれるっていう目標があったらいいなって思ってるの。選抜になれたっていう目標があったらいいな、というか、そう、一つ一つを頑張って、劇場ももちろん頑張って、頑張ったから選抜に入れてるんだって、そういうのがあったらいいなって思ってるので、こう前向きに話してるけど、全く本当になんか諦めてるわけでもないし、あ、多分諦めてたらもう多分ここにいないだろうし、そう、なんか自分自身がいろいろいっぱいいっぱい楽しんでこの活動をして、皆さんにも楽しんでもらって、でみんなとそのなんか最終結果入れた時にやったねって喜べるような活動をしていきたいなって思います。だから全く諦めたわけではないし、でもやっぱ私の中では悔しい気持ちはあるけど、そう、それを多分表に出した方が頑張ろうねってみんなの中ではもしかしたらなるのかもしれないけど、そう、なんか頑張ろうねみたいな、次のシングルではいけるよみたいな、そういう団結力が生まれるんじゃないかなとかっていうのは思うんだけど、でも私的にはそんな中でもやっぱ自分の中ではゆきりんさんが言ってた言葉が結構響いていて、そう、前向きに、もう遅いけど上皇の10年間ネガティブにやってきたから遅いけどいろんなことを悔しいけど前向きに頑張ろうって思ってます、うん、まあ、人生まだまだ長いんで、こっから先ポジティブに生きていこうと思ってます、とりあえずはい、
もちろん悔しい時は悔しいって言うだろうし、でもそれをネガティブな意味にせず、例えば今回のドラマもそうだけど、もちろん悔しいけど、だってオーディションがあってみんなにチャンスは平等に与えられてたわけだから、その中でこう主役みたいな役を勝ち取れなかったっていうのはすごくすごく悔しいけれども、だとしても出れることが本当にチャンスだと思うし、出れないメンバーもいる中で出れることがチャンスだと思うし、さっきも言ったけど気持ちに余裕を持って周りを見て、こうあドラマってこういうことなんだなっていうのを知っていける、知りたいって思いました。そういうドラマ期間にしようって思いました。全然映んなかったとしても、うん、そう、めっちゃ制服かわいいよねめっちゃ制服かわいい、思う、めっちゃかわいい。だからすごく制服を、かわいい制服を着れるのが楽しみです。私はただ役が15歳の役なんですよ。8個差、8個ぐらい年下の役なんですけど、頑張ります。はい、でもそれでもだって年齢知ってますから、原作というかこうオーディションでこう選んでくださってる方々は私たちの年齢を知ってくださってますから、その上でちゃんと選んでるので、はい、別に文句を言わないでください。でもすごくみんなの演技を見るのがすごく楽しみです。いや本当はね、こうキービジュアル、ポスター撮影みたいなのがあった時、こう皆さんにさ、こうこんなんですって発表された、このメンバーで出ますって発表されたビジュアルが撮影された時に、本当は私黒髪にしていきたかった、黒髪っていうか暗めの髪にしていきたかったんですよ。そうだからちょっとめちゃめちゃこうどうにかなんとか美容室行けないかなって頑張ったんですけど、ちょっと行けなくて、結局この髪色でキービジュアル撮っちゃったんで、これでいかなきゃいけないんですよねそうなのよ、悔しいことに。だからもうこれです、すいません15歳、これです。あ、もう11時44分なんだ、やば、寝なきゃ。寝なきゃ寝なきゃ。お風呂入って寝なきゃ。
明日も話せるよ。楽しみ。なんかここまでやったら12時までやりたい。あれです、名前出てこない。何言おうとしたんだっけ。あ、それです。行かない旅のシャープ3が、奥ならが、YouTube に公開されました。イエーイ。それです、言いたかったことは。すごすぎ、当ててくれた、ありがとう。もううちいらないや、配信しなくても、みんなが喋ってくれるわ全部。今日はあれでした、ねえ、わからないのみんな。今日はオンラインお話し会でした。わかるじゃん。はい、今日はいっぱい画面を見たので、ちょっと疲れてしまっているので、しっかりと寝たいと思います。目外して、あ、まつげ落として、あ、そうだ、あ、この時間に私配給を回そうと思ってたのに、忘れてた。今日全然配給回してないから、おにぎりいっぱい溜まってるの。やらかしてるわ。お風呂入りながら回そう。今回しまくるとピョンムービーが遅れなくなりそうなので、今は一旦おにぎり受け取るだけ受け取って、受け取るだけ受け取って、お風呂入ってる間に回します。というか、おにぎり食べすぎて時間かかるみたいな感じ。あー、すごい。
お迎えではないと信じたいよまだ迎えないでもらっていい？もうちょっと。もうちょっと待ってて。ご近所さんですか？だってこの間も同じこと言ってたよ、なんかでも別の日はさ、なんか全然違うこと言ってたよね。なんか、あ、自分はこうじゃないんでハルピョンとは遠いんですねみたいなどっちどっちなの？ハルピョンは長生きするよ。いや、大丈夫かも、そんな長生きしなくても。うん、なんかやりたいことやったらもう大丈夫かも。うん、そう。全然大丈夫、平気。長生きしてもさ、だってハルピョンだけが長生きしてもさ、みんなはさ、バタバタ行くわけじゃないですか言い方悪いマジで言い方悪い。まあでもバタバタ行くわけじゃないですか。ハピオン一人だけおじいちゃん、あ、間違えた、性転換しちゃったおばあちゃんになっちゃうからさ、それはちょっと嫌だ。うん、そう、だからいいよ、みんなと一緒で。うん、全然満腹、満腹、満足カラスと猫の、ただこれも やれてないや全然。あー、悔しい。あー、くそー。よし、54分だ。健康第一、それな。みんなもね、ジジババになっても語っていこうぜ。どっちが長く生きれるか勝負ね。じゃあ、うん、どっちが長く生きれるか勝負ね。よろしく、負けないでみんな。うん、私のことを殺しに来るのはなしですよ。はい、それだけはやめてください。ちょっとやめてほしい、それだけは。まあね、あの毎晩別に私歩いてこう帰ってる時とか。まあ、いつここで急に私が襲われたらとか刺されてもみたいなことを考えながら歩いてるので、別にそのなんて言うんだろうね、あれなんですけど、
っとでも差し差ないでねピョンズから刺されるのはちょっと嫌かも、うん、ということで、なんか今日はとても深いお話でした。ありがとう。またぜひ深い話をしにしましょう。明日は午前中ぐらいにメイク配信できると思います。よろしくお願いします。ちなみに、いや以上です。はい、最後ピョンズから刺される、確かにもっといい話で終わろう。そうですね、なんかありますかないですか、なんかありましたらぜひまた明日はちょっと朝起きてから決めます、何着るか。あ、8月ぐらいのお話し会、握手会か、握手会でちょっと浴衣着ようかなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。迷ってる方は8月の握手会で浴衣着ようかなみたいな気持ちです。ちょっとまだ決めてないけど、確実ではないけど気持ちだけ持ってますっていうことだけ お伝えしておきます。なのでハルピョンの浴衣が見たい方はぜひ早急に8月の握手会で待ってます。それではランキングいきます。1位サプライズレバーあとピョンズさんありがとう。2位 AKB480522 あとサイさんありがとう。3位マックミックさんありがとう。4位哲也とアルピョン大大大好きさんありがとう。5位ネバーストップあとお話し会ありがとう。次はいよいよ誕生日、あ、生誕ティーいただいたので、皆さん誕生日は生誕ティー、5月25日は生誕ティー、来てください、よろしくお願いします。6位白熊さんありがとう。7位長月やっと、今日は鍵開け、明日もよろしく、こちらこそよろしく。8位バンブシさんありがとう。9位ともゆきさんありがとう。10位、ハルピョン永遠の永遠ハルピョン永遠推しの鉄道の8アットピョンズさんありがとう。11位ピアノマンさんありがとう。12位マークンさんありがとう。13位トラックヤローアットゴリさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それではあと1分なので最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはあるー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、9735盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それでは皆様良い睡眠を、また明日おやすみなさい、ありがとう、またね、バイバイ、おやすみ、また明日よろしく、バイバイ。眠い眠いよ眠いよ眠い。おやすみー。